菅原隆一は、美穂トレーニングセンター所属の騎手。元俳優。2010年3月6日に、日本中央競馬会の騎手としてデビュー。父は元 JRA 騎手で、現長教助手の菅原貴明。JRA では、初めての俳優出身の騎手となった。幼少時は、子役俳優として、数多くのドラマ、映画に出演。中でも、映画、釣りバカ西シリーズでは、 浜崎家の一人息子、小井太郎役を演じたことがあるほか、螺旋ではやはり主人公、安藤光雄の息子、高則を演じるなど、重要な役を数多く務めていた。一方で、小学5年生の時から乗馬を始めるなど、並行して騎手を目指す活動も行っていたが、中学1年生の時に、父、高明から、役者か騎士かどちらかにしろと選択を迫られたため、将来は、 騎手の道に進むことに決め、子役からは引退した。競馬学校第26期生。2007年に JRA の競馬学校騎手課程に合格し、2010年2月に卒業して騎手免許を取得した。過去の子役という経歴もあって、デビュー時は注目を集めたが、ところ属級者の不信もあり、2010年中に初勝利を挙げられなかった。 しかし2011年8月28日、札幌競馬第2競争に、田島良保旧舎管理場の目白まり支店に騎乗し、デビューから208戦目で初勝利を挙げた。減量得点が消滅してからは、騎乗数が減少しているものの、当選の冠無名で知られる、島川高屋の所有場での騎乗が増えており、重傷初騎乗も島川の所有場で果たしている。 ありがとうございます。